梨本五子赤十字病院にて、中央テーブル席に、五子梨本五子二月二日から九百七十六年八月十九日は、日本の元皇族、梨本宮森正男の日、鍋島直弘公爵の娘、妹に松平信子、おしるしは桂、旧名は、鍋島五子、森正男日五子。1882年2月2日、 中イタリア特命全権講師、鍋島直弘の次女として、ローマで生まれた。母は、広橋と根安の五女、栄子。イタリアのとの子の意味でいつ子と命名される。生後7ヶ月目に、一家は帰国し、東京府高島地区長田町二丁目一番地の鍋島本邸で育てられた。1888年9月、家族女学校に第12回生として入学した。 1896年10月13日に、明治天皇の最下を得て、梨本宮森正王との婚約が決まり、10月17日に、結納。1900年11月28日に、森正王と結婚し、森正夫被一子となる。なお、結婚にあたって、皇后義子から、ダイヤモンド、真珠入り腕輪などを貸しされ、父からは、パリに注文した、宝刊。 首飾り、腕輪、ブローチ、指輪など宝石類意識を送られている。1902年頃から日本赤十字社で西洋医学に基づく治療法の教育を受け、1903年6月17日には看護学修行証書を授与された。1904年の日露戦争に際しては特殊看護婦人会会員として精力的に小医軍人の慰門などに取り組んだ。 1909年1月13日、ただ白爵夫人の肩書で通し、フランス留学を終えた森正雄と共にヨーロッパの王室を歴訪した。太平洋戦争においても積極的に慰門活動を行い、両党半島まで足を運んだこともある。当初は相次ぐ戦勝に喜び、国民の反米感情の高まりを、やっと目が覚めしやり様と歓迎していたが、 1944年からは空襲警報のために寝不足気味になり、1945年5月26日の東京空襲で渋谷区の梨本の宮邸が全焼の浮き目にあったこともあり、悪化する生活事情に不満を募らせた。同年8月15日正午、ラジオの前に正座して玉音放送を聞き、日本の敗戦に涙を流した。同日付けの日記には、 国体が護持されたことに安心しつつも、米英に対しての激しい憎悪が記されている。敗戦後も、戦災孤児の慰問活動などを行った。1947年10月14日、皇籍離脱して、梨本一子となる。皇籍離脱後も、旧皇族として、教授を保ち続け、最後の寄婦人と呼ばれたが、巨額の財産税納付のために、別荘の売却や愛用品の売り立て、 本邸の切り売りなどをせざるを得ず、生活は決して楽ではなかった。1958年に巻き起こったミッチーブームには、高順皇后や妹で、常磐会会長の松平信子、名の秩父の宮久子らと共に強く反発した。皇太子、秋人親王と正田道子の婚約発表が行われた同年11月27日付の日記には、 朝から良い晴れにて暖かし、もうもう朝からご婚約発表で埋め尽くし、憤慨したり、情けなく思ったり、いろいろ、日本ももうダメだと考えた、と記している。ただ、この結婚に理解を示した昭和天皇の意向もあり、以後は直挙が降りた婚儀に対して表立って批判することはなくなった。晩年は歌舞伎鑑賞や常勘会の集まりなどを楽しみに、 陸軍大将を務めた森政の未亡人恩給を受けて生活していた。1976年8月19日、乳がん手術後の経過がかんばしくなく、成去した。94歳没。梨本家の妻子は、養子の梨本徳彦が継承した。森政を妃いつ子に関するカテゴリー。ありがとうございます。